それでは定例の会見を始めます。えー、今日私の方からはです、ね、豪雨災害の問題で、えー、申し入れを行います、えーっと。まだちょっとこれ、執行してないんですが、えー、5時20分に、えー、武田防災大臣のところに内閣府に伺って、えー、私と国田国対委員長と、武田良介参議院議員、えー、災害対策特別委員会参議院の いいんですが、その3名で、えー、内閣府に行って、今日お配りしている申し入れ文書に基づいて、えー、武田大臣に申し入れを行います。まあ、この間、えー、市委員長が熊本の被災地、そして、えー、先週私が大分とそれから福岡、えー、大牟田市回ってまいりまして、まあ,あの現地の実情もまあ、この間他の国会議員もみんな手分けして被災地入りましたが、まあ、非常に深刻な事態になっていると。 特に前文、前文で書いたように熊本ではやはり熊本地震からの復興途上にこの災害が起きているということと熊本でも大分でもやっぱりコロナの被害が深刻になって特に観光業などは6月いっぱい休業状態だったところに7月、この災害が襲ったという非常に複合的な困難がどこでも深刻になっているということで誰一人諦めさせない 復興のために支援をするべきだということで具体的には避難生活、避難所の問題、まあ、避難所がコロナ対策で分散避難という形にもなってといるという特別な事情もありますので、まあ、そういった実態に即した対応が必要であるということやあるいはすでに災害救助法などで示されている温かい食事の提供等々あの実際に 実現でききる項目についいててはきちんとと周知をしていくことそれからの女性子ども高齢者障害者の現状を踏まえて、まあ、ジェンダー平等の視点にも立った生活環境の整備ということあとはあの住家周りのがれきや土砂の片付けなど災害廃棄物の迅速な処理の問題あのうーん私も大牟田に行った時にやっぱり災害廃棄物の回収が遅れていて。 まあ非常に環境が悪化しているという声もありましたこれも非常に被災地では深刻な声になっております。まあ、ボランティアがなかなかコロナの関係であの、まあ、十分にこう集まって、ボランティアの力を,を借りていくということができていないということも1つの問題になっているかなと、それからの住居の問題はあの仮設住宅についての,、まあのコミュニティの維持の問題等々あとはあの、 浸水の深さで、えー、何メートルじゃないと対応できないみたいな一律、確率的なその対応になるんじゃないかという不安が被災地では広がっておりますのでこの住居の実態に即した被害調査をきちんとやるということ等も言っております、えー、それから生活となりわいの支援これはあの一番ある意味では深刻な状況ですけれども4-2にあるように観光業、中小事業者 などの被害状況の把握、それからコロナの問題も含めて非常に深刻になっているので、特に営業を続けられるようにするための直接支援をやっていくということ、から農林水産業に対する被害も深刻ですので、ここにもきちんと手当てをしていくということ、それから5番目に生活道路の復旧、二次災害防止に万全を期すという中身と、それから特に JR の鉄路の問題については、 あの九州北部豪雨で日田彦山線が大打撃を受けてで結局、その鉄路での復活ということが、まあ、JR を断念するというか、まあ、そういうことになって、まあ、住民からはそれでいいのかという声が上がっているんですね。でそういう中で九大本線も非常に深刻な被害が出てますので日田彦山線と同じようにあのやはり鉄路の復旧ということが見送られたら大変な事態になるということでここは 地元自治体の首長さんからもなんとか復旧をという声が寄せられておりました、それから第三セクターの被害についてもこういったことはしっかりやっていきたいと、それから最後、自治体に対する支援ということでは激甚災害の本劇にすべての自治体が指定されないのではないかという不安の声も上がっておりまして。 あの熊本には本撃という適用になっても大分にはならないんじゃないかというようなねそういう声も不安の声も出ておりますのできちっとこれは全体としてあの地域による差をつけない支援ということそれから自治体に対する十分な財政的な措置を取っていくということ等を今日申し入れたいというふうに思っていますま。ああ明日は えー、災害対策特別委員会も国会で開かれますので、えー、まあ今日申し入れを行い、さらに国会での追及もやっていきたいというふうに思っております。<laughs> 私からは以上です。おしもあれば、その他の方。はい。す、okay. みません、NHK 奥津です。これに関連してなんですけれども、あの私も先日熊本県に行ったんですけれども、あの。 どうしてもボランティアがコロナで入れないということをおっしゃっている人がかなり多くてで、最初はボランティアの人たちがこのコロナ禍でどうやったらあの被災地に入れるかというのを考えるのが国の責任の一つだと思うんですが、そういうボランティアの人が入りやすい環境を整えるために、国としてできること、あるいは国に求めたいこと、あれば、教えていただけますか、まあ、あの PCR 検査など、ですねこれは全額国の負担で、やはりそのボランティアで入りたいという人に対してですね、 行うううというようなことも大事ではないかなと思いますし、あとはやはりその感染防止のための機材、資材、マスク、消毒薬等々ですね、これをやっぱり国がそのボランティア活動に十分専念できるように提供していくということなどが必要ではないかなというふうに思います。 この週末なんですけども、あの安倍首相があの緊急事態宣言を再び出すことについては、否定的な見解を述べられましたけれども、まあ、改めてになりますけども、その党としての現状の認識と、この安倍総理の発言についてのめをいますあの緊急事態宣言を出すかどうかについては、これはあの国が十分な情報を持っているはずですので、やはり国として判断すべき問題ではないかなというふうに思います。 で我々としてはかねてから主張しているようにその緊急事態宣言を出す以前の段階でやるべきことはあるとでそれはその、えー、新型インフルエンザ特措法24条の9項に基づく都道府県の判断による休業要請協力要請これはできるわけなんでこれをまずやるべきだとでこれは十分な保障とセットでやはり地域や業種を指定した あの休業要請協力要請をするべきだとで、それをやっていないということ。自体が大問題で、それすらやらずに、もう緊急事態宣言も出さないっていうのは、もうまさに無責任の極みというほかないのではないかというふうに思います。あの p あの感染者の数は日々増えてきているしま、地域的にもま当初は東京を中心に広がってきたのが、今あの首都圏。全体あるいは大阪も含めて。 近畿そして全国にと広がって毎,月毎日毎日全国の新規感染者数が、まあのまあ、新しい到達を、ね、あの築いているというか毎回新新しい数字になってきている状態ですから全国に感染が広がっているわけですからやっぱり今やるべきことはあの業種や地域を特定をしてやはり必要な休業要請をしていくということであるというふうに思います。 でこういうときに GoTo キャンペーンというのはもってのほかであるというふうに言わざるを得ないと GoTo トラベルが GoTo トラブルにもうどこでもなっているわけですから GoTo トラベルではなくて GoToPCR とやっぱり PCR 検査をもうどこでも受けられるように抜本的に検査体制を拡充をしてやはり必要な人、えー、あるいはその感染が広がっているような地域業種 それから感染を広げてはいけない業種、医療であるとか介護であるとか、保育であるとか、学校の教職員であるとか、そういったところに本当に思い切って戦略的に PCR 検査を広げていくということが、今、求められているのではないかなというふうに思います、はい、朝日新聞、小林です,です、ねあの。コロナ対策の一環でその政府がが風営法に基づいてその警察が まあ、あの店飲食店に立ち入ったり、保健所が職員衛生法に基づいて立ち入って、その中でコロナ対策を促すという考えを菅総官などは示していますが、この手法についての、まあ、ご見解と、本来、特措法を改正することで対応すべきではないかという指摘もありますが、その特措法との関連についてお願いします。あ,のあれこれここ上から規制すするるととでで解決する問題ではないと やはりその休業要請に何で従えないのかというと、やはりその保証がないということが最大の問題なわけですよね、だから休業したい、できるだけ感染広げたくないと思っても、やっぱり保証がなければ、これはあの暮らしが成り立たないということで、やむにやまれずという方が圧倒的だというふうに思います、そういうときに、なんか上から強権的にですねやることが、果たして効果があるのかと。 でちょっと違うんではないかというふうに言わざるを得ないと思うんですね、で風営法というのは、そもそもコロナ対策をするで、これは取り締まる権限を持っている法律ではありません、で警察が威嚇をして休業させるっていうやり方、ま,あ、まるでその犯罪者扱いするようなやり方は許されないのではないかなというふうに思いますし、食品衛生法に基づく立ち入り、これ、保健所の職員がやるわけですから。 ただでさえこの PCR 検査の問題やクラスター対策感染症の対策でもう多忙を極めている保健所の職員に今食品衛生法に基づくその立ち入り検査をやらせるというのはどうかしているというふうに言わざるを得ないというふうに思いますでやはり今必要なのは繰り返しになりますけども、まあ、こういうなんかもうとにかくいろんな法律をあれこれ持ってきてなんとかっていうやり方ではなくってですね きちんと保障するとで、その特措法の改正との関係で言えばあの特措法の最大の問題は保障という考え方がないことだと思いますで、しかし別に特措法を改正しなくても保障はできるわけでそれも政治の決断でできるわけですからやっぱりそれはあのそういう決断をするべきだと本当にその休業要請に従ってほしいということであれば十分な保障ということをやっていくべきだというふうに思います あの特措法の改正について言うと、政府はこのコロナの感染が収束したところで改正するというようなことを言っていますけれども、ということは逆にその収束するまで保障はしないのかということにもなるわけですからね、まあ、今必要なのは、先送りして特措法の改正というんじゃなくて、直ちにやっぱり休業に対する十分な保障を行うということが、政府の責任であるというふうに思います。 すみません、読売新聞のお付です。あの改めてなんですけど、まあ臨時国会についてやっぱりこういう問題がたくさん起きているから開くべきというまあ意見がまあ野党からも出ているんですけど、まあ臨時国会を開く意味についてですね改めてお聞かせいただきたい,い。いやもうこれだけ山ほど問題が出てきていて、豪雨災害がありですね、コロナの被害が広がり、イージスアショアの計画は断念をし、えなんだ最低賃金引き上げの目安は 示すことすら見送るということと、それから河井夫妻の問題も疑惑もあり、さらに森友問題での裁判のね、赤木雅子さんによる裁判も始まった、もう山のように国会で議論すべき問題があるときに、国会を閉じているということは本当に許されないことだと。 安倍首相は国会が閉会になった翌日の記者会見以来、記者会見すらやっていないし、その国会が閉会された翌日の記者会見で、引き続き国民に対する説明責任を果たしますと確かおっしゃっていたはずの、説明責任を果たすと言いながら、その後、まともに国民に対して説明をした形跡は一切ないじゃないですか。 で記者会見で説明できないというのであれば、もう国会出てきてもらって、我々が問いただすしかないというふうに思います。これはあの、えー、今週、閉会中審査が、えー、災害特や、あるいは国土交通委員会などで行われますで、そういったことを踏まえて、やはりきちんとどうやってこの国会開会に持っていくかということを野党でよく相談をして、えー、国会開会を迫っていきたい。 まず今やるべきことは、国会を開くと、とにかく、開いて国民に説明するとで、この間も言いましたが、それができないと、やりたくないと、国会開きたくないというのであれば、これはもうおやめいただくしかないのではないかというふうに思います。 はい <laughs>、はい、じゃあ終わります。